こんにちは、TS メグです。今日は、水彩色鉛筆の使い方をやっていこうと思います。水彩色鉛筆っていうのはですね、水に溶ける色鉛筆になります。であんまり聞き慣れない方も、初心者の方でするんじゃないかなと思いまして、今日は油性色鉛筆と水彩色鉛筆の違いと、水彩色鉛筆のどうやって使うかという基本的なところをご説明できたらなと思います。今日使うのは、水彩色鉛筆はこちらステッドラーというところのメーカーの水彩色鉛筆を使います。で、水彩色鉛筆と油性色鉛筆の違いってどうやったらわかるのっていう思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、ここにですね、パッケージにこの筆のマークがついてますよね。この筆のマークがついているものは水彩色鉛筆になります。で、こうパッケージにもありますけれども、こんな感じでね、本当に絵の具で塗ったみたいな、色がつけれて、水彩画みたいな感じにも描けます。で、通常の色鉛筆だと、ね、何もこうマークが入ってませんね。この筆のマーク、これはステッドラーじゃないものも、筆のマーク入っていると思いますので、ぜひ気にして見てみてください。あとは水に溶かすということで、筆ですね、筆が必要になります。筆は本当にお家にあるものでも構いません。こんな感じのね、あんまり大きいと塗り絵とかだと使うのが難しいかなと思うので、ちょっと細めのものがいいかな。こんな感じのとか、これは水彩用の筆です。でも、もうその筆とかもお家になくて、ちょっと準備が水彩画とかってめんどくさいなってね思う方は、じゃーん、こういう水彩色鉛筆用のペンというか、なんか筆があるんですね。これ何がいいかっていうと、見た目でわかるかな、これ水がここに入ってるんですね。もうここに水を入れてしまって、キュッと押すと、こう蓋を取った後ですね、ここにから水がこう伝わって、あの筆として使えるという感じになります。この後で使ってみます。なので、あの筆とバケツにお水入れてっていうのが、あとこうね、濡らしてっていう手間がなくなる楽ちんなアイテムですね。使いやすいと思います。細いのと太さもいろいろあるのでね。これもステッドラーのものになります。ちょっと見えないと思うけど、ステッドラーって書いてあるんですけどね。はい、では、この道具を使ってやっていきたいと思います。あとこれが水彩紙。今日は紙をちょっと水彩紙という水彩用の紙、ちょっと分厚くてこうボコボコしてる感じになりますね。水彩が綺麗に、馴染むようにできてる水彩を描く、水を使う時に描く紙です。ちょっとお高いですけど、すごい綺麗に色が入ります。はい、では早速やっていこうかなと思うんですけれども、まず油性色鉛筆と水彩色鉛筆の違いですね。こっちは、油性色鉛筆、いつも私が使っているホルベインさんの油性色鉛筆になります。で、こっちが先ほども説明したステッドラーの、水彩色鉛筆ですね。ここに筆の絵もついてます。で、まずここにちょっと書いてみますね。これが油性色鉛筆。で、下にもこれが水彩色鉛筆です。で、先ほど紹介したこのお水が中に入っている筆ですね。使います。ここをキュッと押すと濡れます。ここが今もう濡れてる状態になります。で、まず上
まあ、にじみますが、特に何も変わりないですね。次、下。すごい、わかりますか？綺麗ににじんで。まさにこう絵の具を塗ったかのような感じになりますね。すごい伸びます。これが水彩色鉛筆です。水彩色鉛筆は絵の具と何が違うのかというと、色鉛筆なので普通に書いて、こう書いてから塗ったりしながら乾いたらまたさらに上から鉛筆の跡を残したりとかもできるし、溶かさなくてもいいし、溶かして絵の具みたいにしてもいいしっていうのは両方楽しめる。で、絵の具を出したりパレットを出して絵の具出して、お水入れてバケツ、水を溶かすバケツとあと根元筆取って用意していざ描くぞというのよりももっと手軽にねできると思います。色鉛筆とこれがあれば、ね、大丈夫です。あとはちょっと押さえたりするときティッシュとかを用意してもらって、これもちょんちょんときれいに、ね、あのお水を調整してもらったりとかするといいかなと思います。で、今やったようにこう直接書いて溶かすっていうやり方をやったんですけれども、今見ていただいたようにかなり綺麗にいっぱいにじむんですね。ちょっとの量でから例えば、この丸の中を塗りたいって塗り絵とかでねあった時なんかに思いっきりこの中を塗ってしまうと、この全然なんか良さが出ないというか、いっぱい余っちゃうような感じですね。こんなにいっぱいしっかり塗らなくてもやっただけで色がつきますね。で、ここからまた乾いたら違う色を混ぜてみたりとかできると思います。あんまりいっぱい一気に塗り込まないで少しの色で調節して溶かして全部水を使うといいと思います。あと他のやり方なんですけれども、書かないでやるっていうやり方もあります。どういうことかと言いますと、もうねこの芯が溶けるんで直接ここでこうちょんとちゃんと赤がつきますね。そうするとここに色がつくんですね。こんな
感じで、これの面白いところはこのままここをちょってやると血しぶきみたいですけど、赤なんでこんな感じで、わかりますか？細かいしぶきみたいな作れるようになります。だからこれをあれですね、星空とかなんかいろいろ使えるんじゃないかなと思います。ちょっと今赤でやっちゃったんで血しぶきみたいで怖いですけど、でここいっぱいついてるんでね、結構こうかなり少しの量でいっぱい伸びていくと思います。で、あともう一つのやり方が、ちょっと別の紙を用意して、2枚紙を用意して、あ、こっち側、パレット用の紙というふうにしておいてですね、目切り赤を塗ったりで、筆をここで色をつけて、本番の方にこう使っていくというやり方もあります。で、筆を変えてこっちのですね、先がこうすぼまってる丸い感じの柔らかい筆です。これは普通の筆なので、あとお水にバケツに使ってこうお水をここに含ませて使っていただいた方がいいと思います。あと黄色、赤だけじゃなくて赤と黄色を入れたところに振り付けます。通す感じで、じわーっと2色な感じになりますね。グラデーションが綺麗に、そして例えばこうお花とかお花びらなんかにね、長すぎて金魚みたいな感じでもできるんじゃないかなと思います。こんな感じで水彩色鉛筆はこう絵があったりしたら、そこを直接こう塗って、中を塗って、ね、違う色を混ぜたりとかして楽しむやり方と、でそれを水に溶かしてやるやり方と、直接これを塗っちゃってここで描くというやり方と、別の紙に描いてそこを筆で濡らすとも
取って別の紙にこう書いていくというやり方と、こういろんなやり方があるので、その時にあったやり方で、いろいろ組み合わせてやってもらうといろんな幅が広がるんじゃないかなと思います。でさっきやった金魚はちょっとインスタグラムの方でもやり方を載せてるのでよかったら見てみてください。じゃとりあえずこちらが基本的なやり方というか使い方ですねになります。はい、ぜひ試してみてください。あと紙はなるべくペラペラだと水に吸うとボヨボヨになっちゃうので厚手の紙でやるといいと思います。ではまたご覧ください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。